おはようございます。今ね、今日は土曜日の朝なんですよ。よいしょ、まだ開けるね。逆光でおはようございます。いや、最近の悩みはですよ。土曜日、休みの日なのに、休みの日に限って朝目が覚めてしまうんですよ。めっちゃ早起き。今日もね、5時50分に目覚めました。二度寝しようと思ったんだけど、できなかった。最近の悩み。休みの日に限って眠れない。なんか、そういう病気ですか。わかんないけど。まあ、それはそうと。ちょっと待ってよ。今ね、かねてから日本にいる間にやろうと思ってたことがあって、それをやったわけですよ。いくつかあったんだけど、一つがクレジットカード。クレジットカードね、まあ結論から申し上げますと、楽天カードを作りました。楽天カードってクレジットカード、多分日本でとっても有名なカードですよね。何年前か、もう10年以上前からあると思うけども、楽天カードマーンってテレビ CM もやってるよね。カビラ GA で。でね、そう。僕は楽天カードに作ったわけですよ。まあ、理由はいろいろあって、まずね、ちょうど僕が申し込んだ時、まあ、よくあるキャンペーンで、ポイント、8000ポイントもらえるんだったかなぁと思ったらね、今はわかんないけど、僕が申し込んだ時は8000ポイントだったと思いますよ。で、まあそのうち、なんか全部普通のポイントじゃなくて、期間限定ポイントとかあるんですけども、まあ、それはいいとし、いいじゃないですか。で、なおかつですよ。申し込むときに、モッピーっていうポイントサイト経由していくんですよね。知ってますか？モッピーと。もう一個有名なのはハピタスっていうのがあって、もともと僕ハピタス派で、ハピタスをメインで使ってたんですけども、まあ、いろいろやってるうちにモッピーの方がポイントもらえるケースが多いので、モッピーも今使ってます。で、いくらだっけ？なんかね、あ、ここに出てるわ。なんと。モッ
ピーで、あれ僕これモッピー何でもらったんだろう。ああ、すごいよ。うん、今確認したら、モッピーで楽天カード作った時に1万1000ポイントもらってるんですよ。すごくない？楽天ポイントは8000ポイントで別にもらい、モッピーのポイントで1万1000円分のポイントもらってて、つまりは楽天カード作るだけで1万9000円の分のポイントをもらってます。これね、めっちゃ良かった。なんかちょうど楽天カードもキャンペーン、モッピーもキャンペーン。で、ハピタスはね、それより1000ポイントか2000ポイント少なかったと思うけど。1万1000ポイントゲットしてしまいました、タクシー。これ見せても問題ないです。見えるかな、これね。あ、ピント合わないね。ピント合わないよ。おおお、あ、ピント合わない、ダメだ。楽天カード1万1000ポイントモッピーでもらいました。ただ楽天の方のポイントはね、多分ポイント作るので、ね、もう少し時間がかかると思う。で、物が届いたんですよ。これ見てたらまずいかな。一応数字のところ、数字のところかすけたこういうの。楽天カードってこういうの。僕は楽天ピンクカードっていうなんか、やつで、このパンダのキャラクターが持ってるやつです。すいません。で、楽天カードを作った理由の一つ目がさっきのポイントがたくさんもらえるっていうの。で、二つ目が、なんだっけな、この R ポイントっていうのがあるんですよ。 R ポイントってここに書いてますけど、楽天のポイントって今楽天だけじゃなくていろんな、まあその辺にある実店舗でも使えるわけですよね。ドラッグストアとか。それでここの今住んでるところの近くのお店も結構楽天ポイントが使えて、たまるし使えるっていうんで、なんか便利そうだなっていうのがあったんですよ。それまでね、 T ポイントとかも使ってますけども、まあ楽天ポイントもあってもいいかなって思ってました。あ、それが理由の2つ目かな。です。いや、そう、その楽天ポイントね、ちょっと僕のクレームというか文句があって、楽天ポイント使う時ってお店でこのカード、楽天カードに、楽天のクレジットカードに書いてあるバーコードを読むんですよ。裏見せても問題ないかな。この裏にバーコードがあるんですけど、このバーコードを読むときに裏を見せるわけですよね。で、裏ってこの署名欄のところに何か何桁かの数字があってあるじゃないですか、認証コードみたいな。あれを店員に見せない、見られちゃうんですよね。バーコードを見せるついでに見られちゃうっていうリスクがあって、この認証コードって普通人に見られたら困るもののはずなんですよ。まだこう表のクレジットカード番号は100歩譲ってしょうがないと。でも裏のコードも、裏の認証コードまで知られちゃうと、もうネット通販で勝手に使われまくっちゃうわけですよね。それが僕、この楽天カード作った人に物申したい。バーコードそこに書いたら認証コード見られてあるでしょうかっていうことを言っておきたいです。
中文句言っときますね。まあ、楽天ポイントが理由の2つ目でした。で、3つ目が、今すぐじゃないんだけども、楽天証券との相性がいいんですよね。証券会社の楽天証券。何でしたっけ。要するに、楽天証券で投資信託を買うときに、月500ポイントまでは楽天カード決済でポイントがつくんですよ。もう少し正確な言い方すると、確か、月5万円分の投資信託を、の購入には楽天カードの決済でポイントがつくんですよ。1%。だから毎月5万円分投資信託積み立ててれば、毎月500円の楽天ポイントがつくんですよね。それって実は結構大きいんですよね。その500ポイントも結局また楽天証券で投資に回せるんですよね。つまりは、本来 5万円しか投資できないところが、実は5万500円投資できることになるんですよ。理屈上。それは結構お得だなと思って、長い目で見て、それにずっとこう、運用益がつくわけですからね。まあ、調子良ければ年 4-5% とか、もっといいかもしれないけど。長い目で見ればいいわけでしょ。それってあんまり他の証券会社でなくて、一応最近 SBI 証券が三井住友カードとの連携でそれを始めたんだけども、還元率は半分の 0.5% なんですよ。だから楽天の方がいいということで、楽天カードを持っとこうと思いました。楽天証券は僕一応口座を持ってて、ただし問題があって、私今日本に住民登録をしてない人なので非居住者なんですよね。非居住者にはインドの僕はインドに住んでるって扱いなんで、日本には非居住者なし、日本に住んでない人は楽天証券で、取引はできませんということになってるそうです。一応口座を持っておくこと自体は問題ないらしいんですけども、取引はしちゃいけませんとか、僕はしばらく楽天証券で取引はできません。日本に戻って正式に本帰国するまでは楽天証券では取引できないということなんですけど、まあそれはいいかって思ってます。それはまあその時作ればいいかなと思ったんだけども、まあさっき言ったようなポイントもらえる、ちょうどポイントいいタイミングだったってやるとか、一時帰国中でもまあ楽天ポイントとか使うタイミングがあるなって思ったんで作りました。で、まあ大体メインの理由はこの3つだったでしょ。ポイントもらえる、その作るだけでポイントたくさんもらえるんですね。今回1万9000ポイントもらいました。で、楽天ポイントというのが実店舗でその辺で使えたり貯まったりするっていうこと。で、3つ目が楽天証券との相性で将来使うってことだったんですよ。で、普段使いはね、あんまりするつもりないんですよ、実は。楽天カードせっかく作ったけども。普段使いするつもりはなくて、なぜかというと僕もうすでに他のカード持ってて、一つがこれ赤いカードで P1 with カードって言うんですけど、 P1 with っていうカードでポケットカード系のカードなんですよ。これが結局還元率が一番いいんですよね、カードを払った時の。ほぼ100円につき1円キャッシュバックされるんですよ、必ず。
割引されるんですよ、請求の時に。で、まだほぼ無条件で約1%。まあ、100円につき1円なんで、199円でも1円だから、正確に言うと1%じゃないんだけども、ほぼ1%還元されるというか、自動的に割引されるっていうのと、それ他に0.5%ポイントがついてるんですよ。だから実質1.5%の還元率なんですよね。で、年会費もかかんないので、実質、年会費無料のクレジットカードで一番還元率いいのはこれだ、この P1 ウィズカードだと思って、もう10年近く使ってる。10年は言い過ぎかな。結構長いこと使ってます。5年以上多分使ってると思います。なので、楽天カードの還元率は1%なんですよ。基本は買い物の1%分楽天ポイントがつきますっていうことなんで、まあなんだけども、でもまあ、1.5%にはかなわないってことで、あんまり楽天カードを使うつもりはないです。楽天証券では使うけどね。ただ、そう。で、もう一個僕カード持ってて、僕のカード紹介のコーナーになっちゃってますけど、これ、ビッグカメラスイカカードっていうのがあるんですよ。これもね、一時10年ぐらい前にこうよくクレジットカードランキングとかでよく人気のやつでした。なんでかっていうと、これビューカードなんですよね。ビューカードって JR 系のかな？ JR 系のカードなんですよ。JR 東日本かな？それ系のカードで、スイカがついあ、言ったね。スイカがついてて、まあビッグカメラって書いてるけど、実際ビッグカメラであることはあんまり重要じゃなくて、スイカがついてると。で、スイカとして使えて、オートチャージができて、Suica にオートチャージ、ん ?Suica にチャージして使った場合は、実質還元率が1.5%になるんですよ。だから使ってます。Suica として日本でこう、何か乗り物、鉄道に乗るときとかバスに乗るときはこれを Suica として使って、1.5%の還元をもらってます。他の普通のお店は多分ね、還元率は別に良くなかったと思う。正確に覚えてないけど、0.5か1か、どっちかだったと思うから。普通のクレジットカードとしてはあんまり使わないんだけども、もうスイカ専用で使ってます。僕の持ってるクレジットカードは基本、もともと2つだったんですよ。で、3つ目として楽天カード。で、他にこう、銀行のデビットカードはいくつか持ってるんですよね。ソニー銀行とか。だから、それも使えるんだけど、まあ、あんまり使わないですね。ただ、キャンペーンで、その期間だけすごく還元率がいいとか、なんかもらえるとかいう時は使ったりしてます。そう、そのキャンペーンで良かったのが、楽天カードを作って良かったことがもう一個あって、なんか、どういう枠かわかんないけど、使ったら、楽天カードを作ったその月かな？ 1 ヶ月ぐらいだと思うんだけども、なんていうの、楽天カードで1回決済するために100ポイントもらえるっていうのがあったんですよ。それすごい良かった。だから使い切りました。で、トータル10回使えて1000ポイントもらえるんですよ。だって1回の決済が100円とかでもいいんですよ。100円でもいいし、50円でもいいんですよ。それを楽天カードで決済したら、100ポイントもらっちゃったら、買い物したよりもたくさんもらえることになるんで、ラッキーと思って。場合によっては還元率100%以上なんで、その分は使いました、楽天カードで。だからそういうキャンペーンがあって、還元率がいいと使うと思います。
あとね、楽天カード作る前まではあんまり気にしなかったけど、作ったら楽天での買い物が得になるんだって。普通の還元率が 1% とかだとしても、楽天で買い物すると、普通なんか楽天別にカード関係なく 1% とかポイントつくじゃないですか。あれが楽天カードユーザーっていうだけでプラス 2% かな。普通 1% だったら 3% つくとか、なんかそういうのがあるみたいですよ。あんまり僕そこ気にしなかった。なぜかっていうと楽天で買い物することあんまりないから。昔はなんか買ってたかもしれないけど、やっぱ普通送料とかかかっちゃうとあんまり楽天って得じゃないイメージがあって、でなんかネットで買いたいっていう時もアマゾンと比べたら、あ、結局アマゾンの方がいいかなってなること多かったんで、あんまり楽天って使わなかったんですよ。でもまあポイントつくとか、最近はね楽天もいろいろやってるんで、ポイントの使い道もあるかなって思うんで、そう楽天証券も含めて、だから楽天使っていこうかなって、楽天宣伝動画になっちゃったけど思ってますよ。いやね、あ、楽天だけ、楽天カードだけで20分も今喋ってます。そう、なんかそう、ただいろいろね、タイミングとしては多分ね、1万9000ポイントもらえたのが大きい。ただそれがそのうち9000、そのうち8000ポイントは楽天でつくんだけど、まだついてないんだよね。で多分期間限定でつくんで、期間限定ポイントでつくから、その使い道を考えなきゃいけない。何買おうかな。いや、そう、それで無駄なもの買ったらさ、その還元ってほとんど意味のないになっちゃうから、考えもんですよ。なんか必要なもの、どうせ買わなきゃいけないもの買おうと思うんだけど、そんなに8000円とかの買い物ってめったにしないからね。1年に1回するかってしないかなぐらいしないからね。という感じで、日本に戻ってきたら、日本にいるうちにインドに戻るまでにやりたいことの一つクリアしました。なんかあれだね、死ぬまでにやりたいことみたいなのがありましたね。あれ見た、日本に、違う、インドに戻るまでにやること一つ、楽天銀行の楽天カードを作るでした。はい、おはようございましたおはようございました。新しい挨拶。おはようございました。さようなら。